い、どうもレです。本日言いたいのはこちら、一番くじたまごっち。祝コラボレーション、はい、というわけでね、やってまいりました、たまごっち。でも僕はたまごっち一時期めちゃくちゃハマってて、まあ、一番最初のやつ出た時とかはね持ってなかったんですけど、おすっちめすっちあたりかな、まあ、ここら辺から遊んでたのと、あとデータカード出す。今はね全然やってないんですけど、コレクションとしてたまごっちのね未開封品いくつか所持してます。ちなみにねこれがね、はい、一番最初に出たたまごっち、当時ね一番人気があった白、これがその後出た新種発見たまごっち、はい、ハシゾウッチね、ここにいるので、あと手元にあるの天使っち。天使っちはねこのデザインがいいよね。あと森で発見たまごっち、これ同時で海で発見たまごっちも発売されております。まあ、主に今ここにあるのはこれだけなんですけど、実家行くとね、あの JAL 限定のたまごっちとか、あとね海外で売ってたやつとか、ちょっと古いものも少しねコレクションしてまして、それぐらいたまごっちラブって感じです。まあ、そんな中出てくれたたまごっちの一番くじマジやばいから、 A 賞からパパッと紹介していきます。まず A 賞、一番くじ限定オリジナルたまごっち。はい、こちら初代たまごっちの欧米版オリジナルたまごっちが一番くじに登場。はい、このデザインが一番くじ限定ということで、懐かしの銀次ロッチ、クチパッチ、マメッチ、あとうんこもある、めっちゃ欲しい。続いて B 賞、ブランケットインクッション。こちらブランケットとクッションのセットになっております。ブランケットにはいろんなたまごっち、懐かしいね。もうここら辺、うわメメッチとか、うわ懐かしい。ちょっとあの右上のなんか恐竜とかね、ちょっと知らないやつらもいるんですけど。そして C 賞、たまごっち型ポーチ、天使っちとデビルっち。そうデビルっち、これね今めっちゃ手に入らないんですよ。超プレネ、めちゃくちゃ欲しいたまごっちです。そして B 賞、カードホルダー、こちら全7種で選べます。こちら推し活グッズっぽいね。デザインはあのアンテナみたいなやつがついたねたまごっち。続いて E 賞、ハンドタオル、こちら選べる全6種類。さあハンドタオルも可愛い。個人的に一番激アツなの、はい、右上です。え、ちょっとこれ全部言えるかな。銀次ロッチ、マメッチ、ズキッチ、オヤジッチ、マスクッチ、ミミッチ、これニョロッチかな。で、あとポチッチ。懐かしのメンバー勢揃いということで。いや、素晴らしい。そして F 賞、ラバーチャーム。こちら画面部分に窓が開いていて、好きな風景を撮影できると。続いて G 賞、ステーショナリー。こちら選べる全6種類。リングノート、クリアファイル、ポップアップメモから選択できます。リングノートやばくないこれ。あれだよ、初代パッケージの台紙と同じ絵柄。そして最後、ラストワン賞、飛び出たマメッチクッション。はい、こちら初代たまごっちのデザインからマメッチがぴょこっと飛び出したクッションとなっております。はい、といった感じがね、以上ラインナップとなっているんですけども、もちろん狙うは A 賞限定たまごっちでしょう。というわけで今回 A 賞のたまごっち出るまで引いていきたいと思います。果たして、何回で A 賞引くことができるのか、発売日当日マジで気合い入れて引いていきたいと思います。残り40回、いやー、もうここで勝負しよう。いきます。
はい、というわけで戻ってまいりました。いやもうホッとしてる。今回ね、0時スタートのお店行ったんですけど、ま、案の定ライバルが3組だったかな、おりまして、僕が引いた直後にね、エイショ出ちゃって、で残り約40枚でもう誰もいない状態。あーもう今日は散財だーと思って、散財覚悟だったんですけど、なんとかエイショの限定たまごっちゲットできました。いやめちゃくちゃ嬉しい。そうですね、他のショーもめちゃくちゃ可愛いんで、パパッとね見ていきたいと思います。まずは G ショーのステーショナリー、こちら4種ゲットしてきました。はい、ポップアップメモ開封しました。まずねこっちが、はい、90年代たまごっち当てた方はね、こちらの絵がおなじみかと思いますが、多分2000年超えたらこっちなんかな、まあ、ここら辺で多分世代分かれると思います。僕ねこれ前情報で中知らなかったんですけど、見てやばくない、バンゾー博士にミカチュウ。いやまさかねここで登場してくると思わなかった。でもう一種類マメッチメメッチクチパッチの方が、はい、中身こんな感じですね。はい、銀次ロッチとミミッチと、あとフラワッチと、うわ誰だこれ、わかんないです、ごめんなさい。そしてこちらポップアップということで、表紙をこうやって立たせることができますが、意外と髪がねやばくて、はい、あのだいぶ寝ちゃいました。これ僕の立て方が悪いんですかね。そしてクリアファイルセット、こちらねまず多分90年代の方かな、こちらの2枚入ってました。1種類目がちょっと海外バージョンっぽいたまごっちの表紙で、裏はねこんな感じになっております。そして2枚目が、はい、たまごっち一覧。やばい、懐かしくない？やばいね、ここら辺もう最初のね初期面だよ、初期面で。裏側がねこれ新種発見たまごっち、追加されたキャラクターたちがね載っております。はい、そしてこちらが、はい、第2世代のたまごっち。1枚目こんな感じで集合になってて、ま、僕の記憶だとデータカード出すをちょっとやってたんで、まあ、少しわかるぐらいなんですよね。ガラッと絵が変わりました。裏は今回のねタイトルになってます。そして2枚目こんな感じでね、みんなでお祝いしてるような感じのイラスト。え、ちょっと待って、これ今回の書き下ろし、これもしかしてミミッチがくじ引いてんの、もしかしたらこれ書き下ろしなんだな。そして裏側さっきと同じね今回のロゴになってます。続いて F 賞ラバーチャーム、こちらね3つ当たりました。今回選んできたのがマメッチ、プチパッチ、そして銀次ロッチの3つです。はい、こちら代表してね銀次ロッチ開封しました。いやこの時計みたいなねたまごっちのデザインも懐かしいね。でここ中ねくり抜かれてます。いろんな場面でね写真が撮れますよといった商品になります。ではこんな感じ。はい、続いてハンドタオル、こちらね4種類ゲットしてきました。選んできたのクチパッチと、あと90年代大集合、そしてねこれも欲しかった、はい、たまごっちの画面、そしてマメッチの4種類です。はい、こちらたまごっちの画面がねちょっと意外に良くて開封しました。そう、今回のタオルね、この全部吸水性のいい生地なんだよね、プリントタオルじゃなくて、はい、これが嬉しかった。でこれね地味に上に、はい、1996-1123、これたまごっち初代機かな、こんな感じでねめちゃくちゃ可愛いタオル。いや当時やってた人からするとねめちゃくちゃ嬉しい商品じゃないかと思います。はい、続いて D 賞カードホルダー、こちら5種類ゲットできました。クチパッチ、フラワッチ、メメッチ、ゴザルッチ、ヤングマメッチの5種類。はい、こちらねクチパッチを開封しました。見てナス感がなんとメタリックグリーン、地味に嬉しい。でこれ裏からね、はい、何かしら入れることができますんで、なんか入れてこう。これチェキとかトレカとかね入れるのちょうどいいかなと思うんですけど、僕はあえてねこれを入れます。近くにねアクリルマグネットしかなかったんだけど、あーもうめちゃくちゃいい。たまごっちのデザインが90年代だったらもうなお良かった。いやこれ結構人気あるんじゃないかな。はい、といった感じでね、D 賞のカードホルダーでした。はい、こっからは上位賞、まず C 賞、こちら、たまごっち型ポーチ。はい、ポーチ開封しました。まず表が天使っち、そして裏がね、デビルっちになってます。いや、たまご型ってめちゃくちゃ可愛いね。これチャックがね、2個ついているんで、はい、こんな感じで。めちゃくちゃこれ広く開くね。おぉ、ネットのポケットまでついてる。これトラベル用品だ。てかなんか今気づいたんだけどさ、これとかね大丈夫なんて感じの、はい、なんかケツに羽生えてますが、まあでも実用性高いポーチということでね、デザインも申し分ないね商品でした。はい、続いてね B 賞ブランケットインクション。はい、こちらね開封しました。うわこれ嬉しい。こいつらほんと謎だよね。
こいつらが多分ね、たまごっちの黒幕だと思ってます。で、このクッションね、はい、下にポケットがあるんで、デスクとかでこうやって手入れてこうやって寝るのも全然ありだよね。で、これと一緒についてるのがこのね、ブランケットです。ちょうどこの中にブランケット収納できるようになってます。で、ブランケットの柄が、はい、こんな感じで今回のビジュアルとなっております。いや、これめちゃくちゃ嬉しい商品でした。はい、続いてラストこちら、限定たまごっち。はい、開封するとね、ちゃんと説明書ついてました。はい、こちらが限定バージョンのたまごっちになります。まあ、個人的にね、今パッと見た感じマジかっていう点がありました。こう側面から見るとわかるんだけど、はい、わかる？ここら辺の印刷がボケてるのわかります？そう、これね、白いたまごっちに、まあ、上からプリントしたんですよね、きっと。で、多分ね、普通に売ってるたまごっちはしっかりね、大量生産してるんで、ここら辺ボケないはずなんだけど、まあ、おそらくね、小ロットだったということで、安い作り方されたなって感じです。はい、とりあえず一番気持ちいい瞬間です。卵を出現させます。確かこれ音鳴った気がするんだよな。3、2、1。いやー、卵きたー。ちょっと見づらいかもなんですけど、はい、卵動いております。とりあえず今日からね、ちょっとだけ育ててみようかなと思います。はい、といった感じでね、こちらが A 賞の限定卵っちでした。はい、というわけで今回はたまごっちの一番くじ引いてきましたが、いかがだったでしょうか。でもほんといろんな世代がね、懐かしめる可愛いアイテム満載ということでね、まあ、とても素敵な一番くじでした。結構ね、選べる商品多いんでね、早めに買いに行くことをお勧めします。こちらのくじ1回680円、全国のコンビニエンスストア、ホビーショップ等で引くことができます。気になる方はぜひチェックしてみてください。はい、今後もね、くじ動画、グッズ開封動画とアップしていきます。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。あと、すいません、11月12日にイベントを開催させていただきます。こちら公開収録、あとね、来てくれた方を参加できる企画などもね、計画しております。ぜひ遊びに来てください。チケットは概要欄にございますので、よろしくお願いします。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。おーい、かかりるーい。あれ、クロチャー、キョンコアンソ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 ー